二人にも来ていただいて、ここからは4人で演奏していきたいと思います。次の曲紹介する前、さっきした方がいい？次の曲の紹介したいと思います。三姉妹なんですけど、姉のセイナの上にもう一個お姉ちゃんがいて、そのお姉ちゃんとこのセイナが二人で作詞作曲した曲をします。セイナはいつもシンガー、片思い系シンガーソングライターやったり。そうです、私ですけど、次の曲は本当に唯一とてもとても幸せな曲を披露していただきたいなと思います。今の季節にすごいぴったりなほっこりした曲になってるので、ね、めっちゃ幸せな曲やんな。そう、めっちゃめっちゃ幸せ。だから好きな人とか恋人とか思い浮かべて聴いてほしいな。そうですね、じゃあぴったりできたらと思います。で、今からサポートに入っていただくお二人なんですけど、ミュージックビデオとか上がってるみたいなんで、ぜひ見てみてください。そして素敵なギターを弾いてくださるのは小森亮太さんという方です。彼もシティポップ、ブルース、バサノバとかそういういろんなジャンルをギターで一人で活動してはります。で、そうです、彼もすごい。ギターの音大きいですか？ありがとうございます。彼もワンマンライブで100人ぐらい動員するぐらいのすごい方なので、もう一度サポートの2人に拍手をお願いします。ではいきなり。そうです。ではちょっとドキドキなんですけど、好きな人をね、思い浮かべて温かい気持ちで聴いてください。ココア